野根ステークス水鉄両走大賀賞トライアル芝の 1600m 牝馬限定の16頭です。1番スピードオブライト今日の馬体重は398キロ前回からマイナス4キロ鞍上は石川行人男児量54キロ2番シルバーゴースト440キロマイナス4芝田大地54キロ3番港セレーヌ450キロマイナス2横山武史54キロ4番ロックスリップ452キロマイナス6戸崎慶太54キロ5番当選通り426キロマイナス2横山和夫54キロ6番ボルノワ476キロマイナス14クリフトフメール54キロ7番ミス横浜464キロプラス2菅原明54キロ8番ジュリーピッチ436キロプラス2三浦高生54キロ9番シルバージュエイル454キロプラス2杉原誠54キロ10番レッドヒルシューズ446キロ増減なし酒井学54キロ11番スムースベルベット488キロマイナス2島田純二54キロ12番ゲステレンジ420キロマイナス2田辺広信54キロ13番藤田文成498キロマイナス8吉田栄太54キロ14番クイーンオブソウル456キロマイナス4津村明で54キロ15番川崎のダビリントス428キロマイナス17本田正成54キロ16番コンクシェファ452キロマイナス10丸山電機54キロです。発送までお待ちください。
ジュエルビーチが行っています。線を切っています。 600m 34秒7の通過。その時9番のシルバージュエル、さらに外を通って14番グリーンオブソウル、後方に20番ラディリックス、合わせたのはさらには16番ゴングシェフが行って800を通過。最高峰13番クジラカクテルの展開です。3コーナーから4コーナー、前は1番スピードオブライト、リードは1番社長の3コーナーから4コーナー、2番手には7番の当選通り600を打って、3番とは11番スーツで、外は12番 SNH、 4分固まって、これから1コーナー、その宿は10番連続10分さあ、スーツコースの方で16番グリーンオブソウル戦で特有の声が1コーナーから3番を打って10戦を打っています。第11レース、アトロメステイクス、確定までお待ちください。